それでは次に、ビジュアル編集モードでウェブサイトを出展にしたい場合の、中の付け方を説明します。まずはこちらにですね、例えば武蔵大学とは〇〇であるという文章を書いて、ここにその情報を例えばの出展として武蔵大学ウェブサイトを上げたいとします。その場合ですね、この武蔵大学ウェブサイトのアドレスをコピーして、ここにカーソルを持って行って、上にある引用ツールをクリックします。で、自動のところに行きまして、コピーした武蔵大学ウェブサイトのアドレスを入れて、生成をクリックすると、で、ここでですね、挿入をクリックすると、中央勝手に生成してくれるんですね。で、これで変更を公開します。そうすると、勝手に中央を作ってくれるんですね。で、このように、ウェブサイトは、アドレスを入れるだけで、出典を作ってくれる機能があります。